ちゃんきつい。そう、なんかファンの人とかからしたら優等生って思われちゃうかもしれんけど、逆に何か、バカなとは、うん、パールパフェに約束して、うん、8月か9月に自慢とかじゃなくて、そう、本当に一見サンバカフェに、いやもう、もうおもろい、何それ、ちょっと、残していいっすか来てくれる、え、いい、めっちゃおもろいねんけど、東京ではもうやった、やり終わったらしいねんけど、あ、ここ来るの、そう、大阪に8月から9月マツケンサンバカフェ、いやいや、こっち2人班とさ、アメマヨダハンでダビグルメ班と、ケントダビ班とアメマヨダハンで、そうそうそう、だからなんかこうさ、だからそれこそ今日の分かったの、パンって開けるやつやつ、料理とか、そしたらこのモヤとともにマツケンさんが出てくる、めっちゃおもろい、メニューとかいろいろあんの、めっちゃおもろい、そう、それに絶対こう、めっちゃもらう、それにそれにアベマイドで行くことがもらう、そう、もうその二人で行くことがもらうし、絶対 SNS 上げてな、あげるあげる、めっちゃもらう、最初なんかツイッターで流れてきてめっちゃ良くないみたいなって、ね、でもこれ東京だけかなみたいな話してて、そしたらその夜に若菜から LINE 来て大阪も来るってみたいな、もうめっちゃめっちゃアベマイドもこれめっちゃ多いよ、絶対来ないよ、もうそういうところにガチで行くところに、ほんまにずっと MV 見てんねん、そうそうそう、そうなんかみんな普通と見てさ、あ、こんなんあるやん、なんか変だなみたいな感じでやってるやつするけどさ、ちゃんとガチで行くやん、踊り方に大好きよ、そういうの、あ、でも姿勢悪いとかもいいとか、ほんまにそれが楽しみですね、今の、うん、ずっとよな、もう初期の頃からさ、そうやな、うん、よくそういうとこばっかり行ってるかも、癖が、趣味が、ない方がいいと思う、初期の頃からずっと遊んでるイメージあるけど、めっちゃ系統変わったな、でも癖がなかったから、ほんまにそう、逆にの癖を作った方がいいんだ、それもちゃうやん、振りを変えるのが違う、こう、こうなんだな、なんだな、なんです、わかるわ、そうやね、なんか自分の得意分野を見つけた感じ、すごい、まあ、ありがとう、よかったよ、共感してくれて、こう、そう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 、一時期は一緒やったけど、今日めっちゃ系統似てるなと思ってたもん、一時期、うん、うん、そう、ほんまにそうやね、なんかそういうなんポップアップとかも行っててんけど、なんかお洋服のとか、うんうんうん、もう今全然違うから、うん、ね、大人になるってこういうことなんやなって、髪の毛の長さも変わったな、そうやな、確かに二人で逆になってる、ほんまや、ちょうどこうなってんや、だって大丈夫やだもん、二人さ、ショートカットの時もあったやな、そう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 、うわー、うん、こうなったんよ、そういうこと、最初も似てる似てる言われてたけど、まあ、だいぶ違うんじゃないかな、だいぶ違うな、うん、思うわ、はい、って感じかな、阿部さんでした、はい、え、終わり早っ、いいなぁ、ちょっと離れたの悔しいな、チーム、あーそうそう、ありがとうございます、いただきました、阿部さん、どうしたらいいの、私はもう遥かというツッコミがでもおるから、チーム M のしっかりしてる人ビーツに引っ込めた、ほんまにやばいやつが全員なんか個性あふれすぎてる人たちが、確かに確かにやばいやつしかおらんの、確かにな、もうね、おもろいですよ、でもチーム M 何言ってるか分からんのがおもろい、うん、そやな、昨日やったっけ、おとつ公演、この間の公演も MC がもう飛び返すぎたやな、そうやね、カオスやった、誰も戻そうとせんし、あとみんなそれマジで言ってるからさ、うん、そうそう、リアルそうやね、真剣に言ってるからおもろいね、そうそうそう、愛おしいわ、あのみんな、分かるわ、あと何回できるんだろうね、こういった時はね、結構好き、こういった時、めっちゃ好き、コールできるようになってるからなおさらよな、確かにコールできるもん、うん、あの公演は、うん、あ、B2 でもケイトちゃんはボケますかって、うん、ボケます、私がやります、ね、あ、マジ、うん、あ、誰が突っ込むんよって、なんで、あ、ポンさんがやろうか、あー、うん、ほんまやね、確かに、私は盛り上げる係してるから、ありがとう、ありがとう、今日も2人に助けられてあのケイトが喋り始めたら、もうまず最初の方に2人がのっそりとこう動き出す、そうそう、準備をする、そうで、あの終わった時にのっそり歩いてきてケイトみたいな助け合いでやってますから、やっぱりありがとうございます、信頼実績でやったっけ、信頼の実績、そう、信頼の実績、めっちゃおもろい、やっぱり大事ですね、
そうそう、そのビスタでナイキエットがやりたかったのは、うん、ラビが、うん、ラビがやる流れになって、あの、うんうん、でラビが胸キュンゼリフを言って、うん、ほんでその後にキエットだけ、あ、ラビのあの胸ゼリフめっちゃいいみたいな、こうハマって潮、うん、付き骨抜きをやりたかった。そうだ、次やっていいよ。じゃあもう言うたからもう。じゃあ次忘れてた。じゃあ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 。次やるから。で、その後レコちゃんがやってくれるから。ラビの胸キュンゼリフに骨抜きに。対応できるかな。なる準備はしてた。そしたら氷凍ってもうたから。凍ってもうたから。そうそうそう。ちょっとその泥船に一緒に乗るのは危険やと思って飛び降りた。危険性の判断。沈むまで飛び降りた。こっちは結構さ、私も結構あの、うん、結構始まる前から考えてたけどあれ。こういつの前で。意外とやっぱ意外と考えてたんか、30分ぐらい悩まないで出てこや、そうそうそう出てこや、そうそうそう、ね、ちょっとおもろ、懐かしいな、おもろいな、懐かしい、何が何がもう1時間前ぐらいの話やろ、やばいやばい、今日頭回ってない、まあ、あ、下が回ってなかったんか今日は、うん、いやマジみんな成長したよ、なんかこういうバラエティ的な面でね、嫌やな、離れるの、ほんまに嫌や、レイコちゃんと離れた私どうなるか全然分からへん、初めてやリンク、初めて、え、初めてずっと一緒やった、そう、渋谷チームエヴァの時から一緒、ずっと一緒やった、え、すごい、ジャイアン初めて離れる、だからなんなら大祖国の時二人でどうせ離れへんよなみたいな話してて、あ、そうそうそう舞台上で、で、なんかもうさ、二人でさ、もうさ、もう M の歩き満々でさ、こうやってさ、やってたから一番最初呼ばれたから、そう、なんか置いてかないで、で、もうその時点で分かって、もうレイコちゃんと離れるみたいな、やばいみたいな、そう、その時にずっと誰に突っ込んでもらおうみたいな、そうやね、で、ポンさんが来た時に、あ、ちょっと、あの、ちょっと突っ込んでくれる人いるなみたいな、でもポンさんで結構さ、優しく突っ込んでくれる、そうやな、なんか、こっち、なんかもう扱い分かってる感じで突っ込んでくるから、ちょっとポンさんにそれをそうやな、やってもらおうって、やってもらおうって思ってます、だからなんか逆にも後輩にやってほしいかも、確かに坂田とかにやったん、あー教えてくれてるから、坂田坂下ら辺にちょっとレイコちゃんから伝えてもらって、ワコチいけそう、そうそうそう、いい、ね、ちょっとそこら辺にちょっとレイコちゃん室を極めてもらおうかなって、やってもらおうと思ってます、だからビーツ見に来てな、いや、あの、あのボソッと言って帰っていいから、 MC の私の指導して、そういつも指導してくれんね、ライブの時とか坂田が、うん、私がなんか何喋るみたいな聞いてきて、本番私何も知らんのに坂田が突っ込み出すから、この間もなんかさ、ナンバラエティでさ、ナビがなんかやった時さ、うっさいデビッチみたいな言ってたよ、あれ絶対レコちゃんやと思った成長しました、坂田も成長しました、あれをやってほしい、坂田に頑張ってる、いけるいける、ポンサーはやっぱ今のままでいいねんな、いや、そうやね、そうやな、ツッコミ、確かに、しかも若ぽもボケたい話、そう、ボケたいねんな、そうだから分かってんねん、分かってんねんけど、マジごめん、そうやねん、ボケたいねん、そう、処理しなあかん人がいっぱいいねん、そうな、だからもう重役になりすぎてな、離れられんくなっちゃった、申し訳ない、ほんまにほんまに申し訳ない、ボケたいの知ってんねん、私もレコちゃんボケたいの知ってんねん、そう、レコちゃんほんまにボケたい、でもな、ごめん、無理でもたまにやってくれんねんで、あまり、そう、たまになボケ、そうでも裏の方がボケてくれ、そうやねん、レイコちゃんうち逆やから、ほんまにそうやねんな、そう、うん、確かにな、びっくりするんじゃん、びっくりすると思う、普通に突っ込んでるから、確かにパソコンしながら突っ込んでる、突っ込んでるな、片手間に突っ込んでるもん、そうそうそう何言ってんねんそう、いや実は逆なんです、裏では、うれしそうにヘラヘラしながら私どっか行く、そう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 、感じも好きやん、私が裏でははるか突っ込んでくれるから、レイコちゃんも聞いてないから、ツッコミに消してる、ほんまにありがたい、お疲れ様でした、バイバイ、なんかさ、そのウーカさんの卒コンの時に、うん、あれやったやん、あの戸惑ったの、で、それの上下でやってんか、うんうん、で、ちょうどその下手、うん、側が、うん、私とミカナとハルカと、うん、ハラさんとワカニャンで、うん、全員 M やってお疲れ様でした、お疲れ様でした、もうハルカが突っ込んで、うん、私とミカナがバリバリボケて、でワカニャンと、うん、あの原さんがもうなんか変なこと言うっていう MC がもうそこで、うん、できてた、そうやん、できてて、
ちょっと感動した私こんなになんか MC みたいな、そうそうこれはいけると思って、でももうボケてんねんな、あめちゃめちゃボケてる、人格変わりそうやな、もうほんまに。いやでもあかんよ、あなたはあのいろいろいるよ、まだみーきさんとかでもじゃあでもボケてほしいねん、レコちゃん、レコちゃんボケてほしいねん、おもろいねんレコちゃん、わかるわ。みーきさんもアンジュもいるな、プーもおるわ。あそれはまあボケにあの 100% は傾かれへんわ、ユザナも、あーあかんわ、もう50-50で濃いな、もう濃いな、ほんまに。そうやな、そうやね、もうみーきさんはね、あのレコちゃんでもたまに困ってるから、ミキさん難しいよね、でもめっちゃおもろい、ほんまに、ほんまに神よ、いやもうあの人なんかさ、うん、普通に出てくるのがすごいよな、うん、そうやね、なんなんやろあれは、なんであんな面白いの、すごいよな、めっちゃ面白い、めっちゃおもろい、ほんまに恋愛サーカスのさ、あおりで、あーもうわかる、パイナップルサマー大好き、もうあれ難しい、え、もうそれか1年ってこと、1年よ、ファイナルサマーから1年、ファイナルサマーから1年、考えられへん、あの伝説のファイナルサマーから、もうもう1年か、何が起きたかと思って、みーはツッコミに回るらしいって、あ、そうなんや、無理やと思う、私はみーちゃん、みーちゃんも面白いよな、おもろい、おもろい、ナンバラで出てくれた時めっちゃおもろかったもん、じゃあもう M 公演でなんか煽れる曲な、うん、あったらな、うん、煽ってもらおう、ミキさんに、え、恋愛サーカスそのまま持っていくか、あ、やばい、残そうや、残そうかな、いや、確かに確かに、懐かしいな、全部が懐かしい、うん、なん M の話になって思った、確かに、ほんまやな、来週は誰やっけ、阿部、あ、麻生か、うん、もっちゃん、もっちゃんか、来週はもっちゃんです、いやこれは最後の人誰、いやとかわとか猫ちゃんまーでも最後じゃないと、しおりさんとアンジュ、あー確かに、まあまあ、しおりさんかな、最後か、最後か、最後まで行きたいな、お疲れ様でした、バイバイ、なんかまあいつまで声出つもあるかわからんからな、私たちもお前やで、やりたいよな、いっぱいできるだけ、うん、あで皆さんぜひ来てください、ほんまに来てください、コールの練習するなら声出つ、うん、確かに、いろんなパターンが練習できるような、3連もできるし、うん、ぜひぜひぜひ、これはもう激アツ、はい、あともうちょっとだよかわいい、マキのもうちょっとだよ、平山、平山、違う、何だっけ、かまじい、違う、え、何だっけ、鼻ほじに平山、鼻ほじに平山、あ、いや、広めたらダメですよ、あ、お前、自分で言ったからね、メンバーから発信して、大丈夫、大丈夫、聞こえてない、15分経ちましたね、あら、まだまだ私たちもあと、あ、あった、私は順位を発表、みんなで読むの、みんなで一斉の、はい、で言うよ、いけても、はい、じゃあ、OK、はい、2つ2つ、いけた、はい、一斉ので、こっちからちゃんと読んでいくね、じゃあ聞こえるようにはする、はい、13位、チョチョさん、ありがとうございます、フジさん、シバワンコさん、ありがとうございます、12位、ちなみさん、まこっちゃん、レジンさん、ありがとうございます、11位、しらたまさん、ぽよぽよせ、アルマサトリアさん、ありがとうございます、10位、バロックさん、ヒロ、ササキングさん、ありがとうございます、9位、アイカ、ヒデヒデ、イカリシンさん、ありがとうございます、8位、ビート&ビートさん、しんのすけ、ガチのつりしさん、ありがとうございます、7位、パイセン、ラムちゃん、ヤシチさん、ありがとうございます、6位、リクパパさん、アッキー、ラムラムさん、ありがとうございます、5位、ヒサオさん、野原しんのすけのすけ、チャウチャウさん、ありがとうございます、4位、つれずれさん、ダイチャウ、シオピーさん、ありがとうございます、3位が、ラムちゃん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 、はい、ボスさん、コーナーさん、ありがとうございます、2位、タカさん、コジ、佐藤さん、ありがとうございます、1位、花丸さん、シロ、ひとつふたつみさん、ありがとうございます、おめでとうございます、すごい、全員かぶってない、お、確かに、すごい、ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます、また次もお楽しみに、お楽しみに、ありがとうございます、わかぽんでした、わかぽんでした、わかぽん